おはよう、やめっち。おはよう、みずきちゃん。え？ん？どうしたの？あれ？今日ってなんかありましたっけ？第二のハロウィン的なやつ？愚かなオタクの私が知らないだけでギャル特有文化かなんかなのか？あの、みずきちゃん、その帰りは一体？ああ、もしかしてやめっちも知らなかった？え？何のこと？実はうちも昨日ローナから聞いたんだよね。ねえ、みずきはさ、カエル化って知ってるかっちゃ？カエル化？なんそれ？そんなことも知らなかったら時代に置いてかれるっちゃ。今は空前のカエル化ブームなんだっちゃ。へえ、そうなんか知らんかった。まあでもうち別に流行りとかそんなに興味ないし。ここだけの話、カエル化って愛に関係するんだっちゃ。愛に関係する？それでカエル化してみた。物理的にカエル化してるんだよな。キャリを癖して、いや確かにここ最近カエル化の意味がどんどん変わってきてて、本来の意味ってなんだっけみたいになってるけど、これは間違いなく違うよ、みずきちゃん。これはただの定型化だよ。いいですか、よく言われてるカエル化というのはですね、フードコートでお盆持ってキョロキョロと席を探す姿が。あれ、やめっちどこだろう。やめっちー、やめっちー、定型だよな、みずきちゃんだから。何がカエル化じゃい、お盆持ってキョロキョロするみずきちゃん。じゃん、こっちこっちって今すぐ手招きしたい気持ちと、少しだけ意地悪して隠れていたい気持ちが同棲しちゃうわ。続いてよく言われるカエル化パート2。レジにてお財布を出して。やめち、ここはうちが払うよ。いい、ここは私が。いや、いいって。いや、ここは譲れません。じゃあ、わかった。ここはうちに払わせて。それでさ、次また来るときは、やめちにお願いするね。決定だよな、みずきちゃんだから。次また来るときは、じゃそんな、次また来るの確定してるやん。決定やん。ことごとくカエル化あるあるを徹底化させるあなたは一体何者？そう、我らが愛の伝道師、みずきちゃん。しまった、妄想世界へのアクセスが長すぎてリアルみずきちゃんの声を聞き逃してしまった。気をつければ。あの、はい、何でしょう。やめっちもこれやる？え、あ、カエル化？うん、ほら、一応もう一個持ってきたよ。じゃあ、お言葉に甘えて。お言葉に甘えちゃうんだよな、断るのが下手なオタクだから。でもまあ、みずきちゃんと同じものをつける、これすなわちペアルック。それなら断る理由などどこにある。今から変身、私はカエル。どうかな。うん、めっちゃカエル化してるわ。やめっちすごい似合うね。青ガエルの被り物。青ガエルの被り物なんだよな、オタクだから。てか、なんで私のやつだけこんな本格派のカエルなの？ヘビフロッグのサムネかと思ったわ。私もみずきちゃんみたいなポップでキュートなやつ被って手歩くしたかったんですけども。ハク様、あの、みずきちゃん、これ、ちょっと、あれかも。ん？サイズ合わなかった？いや、そういうわけでは決してございませんのですけども。あれかなって。私には大人すぎるかもな、なんて。大人すぎるか。あー、それじゃあ、こういうのもあるよ。なんだ、他のもあるんじゃありませんか。これでみずきちゃんとペアルック。はい。おたまじゃくしになっちゃった！オタクだから！確かにね、そうだよね。おたまじゃくし略してオタクだもんね。私にぴったりだよね。まあ、リアルガエルよりこっちの方が可愛いし、とりあえずこれでいいか。間違えた。これでいいけど。どう？おたまじゃくし。カエル化とはちょっと違うかもしれないけど、一応買っておいたんだよね。あ、これはいい感じ、かも。ちょっとみずきちゃん、笑わないでよ。ごめんごめん。違うよ。ただ、一つ気づいちゃってさ。気づいちゃった？うん。よく見たら、おたまじゃくしってこの前授業でやったあれに似てるなって。ほら、ああ、大丈夫だよ、言わなくて。え、やめっちも分かった？うん、あれでしょ、保健体育でやったあれね。ま、確かに形とか似てなくはないけど。保健体育？え、保健体育でしょ？いや、うちが思ったのはあれよ。ほら、音楽の授業でやった八分音符ってやつ、似てるでしょ？ひゃー、変な勘違いしちゃうんだよな、オタクだから。恥ずかしい。穴があったら入れて。そうだ、カエル被ればいいんだ。やめっちは何のこと言ってたの？ん？やっぱり、さっきのカエルの方にしてもいい？私、思ったよりうちなる心はアダルティックだったようなので。ん？いいよ。はい、どうぞ。ありがとう。はぁ、落ち着く。私はカエル、胃の中の蛙、もっといろいろ勉強しようっと。カエルの歌が、聞こえてくるよ。聞こえてくるよ。クワ。ケロ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 クワ。クワ。てて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 。